甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの25回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。長い長いペナントレースもついに最終戦となりました。しかしながら振り返ってみると、あっという間のシーズンだったのではないでしょうか。シーズン最終戦ということで、各選手それぞれの思いがあるでしょう。今日はどのようなプレーで締めるのか注目したいと思います。セカンド、外、サード、宮崎、ショート、大和、レフト。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の勝又。さあ、タイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。真由美打席に入ります。昨日のゲームでホームランを含む5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。さあ、この調子を維持していけるか。さあ、ベイスターズもルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをタイガース打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。打った、レフトに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには和田入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですね。打ちました、痛烈な打球、切りました、ファールボールです。バッターボックスの和田、今シーズンの得点圏打率は6割2分。打ちました。この打球はフライになっています。ショートが落下点に入ります。大和抑えてワンアウト。つなげたかったですね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから、期待していいと思いますね。このチャンスに期待がかかるバース、打席に入っています。打ちました、痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入れません、入りました、ホームラン、先制のツーランホームランです。タイガース、これでシーズン本塁打記録を更新しました。タイガースが先制しました。2対0になりました。見事な一発が飛び出しました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、もう本当に期待通りですよね。ここでの一発、早くも先制点を手に入れました。バッターは掛布。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、タイガース見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられます。インサイド落ちました、高く上がった、これはどうか、右中間真ん中破りました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。まず何を投げてくるか。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。外へのスライダー、ここは見極めています。引っ張った、サード取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。この打席でシーズン安打記録更新とはなりません。初球は何から入ってくるか。まずは見送ります。ワンボール、2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。初回からじわりじわりと点差を開いていきました。バッターボックスは7番新庄。タイガースこの回3点を入れています。さあ、先制に成功してなおも追加点のチャンスを迎えています。引っ張った、レフトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで先手を取りました。ゲームはこれから2回の裏に入ります。タイガースの攻撃、バッターは注目のルーキー木戸。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、
タイガースリードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは出塁してプレス、インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる、センター掴んでワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の中村バッターボックスに入ります。打つ方も好きなんで案外期待できるかもしれませんね。そうですね。打ちました、大和が掴んで2アウト。打順は1番に帰ります、バッター真由美。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここはどう引っ張った、これはどうか、ショート取った、これでマルチヒット、ツーアウトランナー1塁。バッターは2番和田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。走ってきた、キャッチャー2塁送球する、盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。これでワンヒットで点が入りますね。やはり足がある、打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。見事な一発が飛び出しました。その差を5点と突き放しました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。リードを広げたこの序盤戦、確実に点を重ねていきます。バッターボックス、バース、先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。いや、最高の結果を出しましたよね。見事でしたね。はい、打ちました、痛烈、このフライは切れそうだ、切れました、ファウルボール。次が2球目、打った、これもいったか、ライトが下がっていく、頭上、ライト見送った、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。高めに浮いたストレート、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました、タイガース6対0になりました。さすがクリーンナップという一発でした。バッターボックスには4番掛布、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。タイガース初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、打ったバッターセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは三塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁。打席には5番バッター石峰、リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差、初球打ち、大きな打球になった、レフトバックする、バッ入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を更新しました。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、タイガース8対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか、小宮山さん。バッターボックスには6番八木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。ジャストミート、これは三塁側のスタンドに入ります。打ちました、これは行きますね、頭上ぐんぐん打球入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、9対0、さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターボックス新庄、タイガースホームランで得点を挙げています。初球ボール、2球目は何で来るか、打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ、切りました、ファールボールです。ワンボールワンストライクです。外れていきます、
変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクです。三塁線ファウルです。打ちました。これで7連打。2アウトランナー1塁。ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の砂田。さあマウンドに上がったのは砂田、今シーズン30試合目の登板です。ファウルになります。ランナースタート、キャッチャー送球して、ナイス成功。まあ大差がついてるんで走ってくるとは思いませんでしたよね。あ、やはりそう。打った、大きな打球になった。さあどうだ、センターオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、10対0、タイガース大量リードとなっています。さあ打席には先発の中村入っています。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。うん、そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。外へのスライダー、ここは見極めています。決まった、高め打ちました。ピッチャー取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。赤星さん、序盤から面白いほど打線がつながってますね。そうですね、ここまでは最高の形で試合を進めています。本当にそうですよね。このまま流れに乗ってほしいところです。三塁線宮崎抑えてワンアウト。打席には2番バッター和田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。さて今日のベイスターズの先発は序盤大量失点で交代した勝俣。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。打った、大和掴んで一塁アウト。バッターは3番バース、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。ツーアウトランナーありません。今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランに挑みます。いやー赤星さん、打ちました、これは浅いフライ。この打球はフライになっています。ストレートを打っていきましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終え、タイガース4回裏の攻撃になります。掛布バッターボックスに入ります。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあここも打っていけるか。タイガース攻撃、打ちました、浅いフライ。ここは打ち上げています。変化球を打っていきましたがライト掴んでワンアウト。打順は5番石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。砂田、まずは先頭バッターを打ち取っています。大和掴んで、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。6番バッター八木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。初球打ち、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、レフト見送った、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース12対1、鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターは7番新庄、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。打順は8番木戸、
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。ヒットでランナーを一塁、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、ナイス、セカンドボールをこぼした、セーフ、盗塁成功。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。なるほど、そうですよね。打ちました。ここはフライになっています。掴んで2アウトです。さあバッターボックスには先発の中村入ります。まあ、ここは白星もかかってますし、当然行くでしょうね。そうですね。さあ引っ張った、高いバウンド取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。赤星さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか？打線がいいのである程度は点が入ると思っていましたけど。これはセカンド外、抑えて一塁アウト。2番バッター和田、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。初球ストライク、打ちました。伸びていく、外野ヒットになりそうだ。満満中左中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。打順は3番バース。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。これが2球目、打った、ライトセンター追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース14対1、頼りになる男がやってくれました。4番バッター掛布、タイガースホームランで得点を挙げています。インサイド外れます。打ちました、取りました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには5番石峰、先ほどの打席は内野安打でした。ヒットでランナーを1塁に置いています。大きく外れました、ボール先行です。危ない球です。ストライクが入りません。ここは1球見ました、打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、レフト下がっていく、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。低めでしたが強引に引っ張ったあたりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース、クリーンナップから飛び出した一発になりました。現在のピッチャーの状態、まだ。バッターボックスは6番八木、まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。三遊間取りました、これで5連打、ワンアウトランナー一塁となりました。ピッチャーの状態ですが、ベイスターズピッチャーが、さあマウンドを任されたのは藤岡、今シーズン11試合目の登板です。バッターボックスには代打の亀山、まあ今のうちにリードを広げておきたいですからね。初球ボール、アウトコース外れました、ボール先行です。変化球タイミング合いません、走ってきた、ヒットエンドラン、一二塁間を破る、バックホームする、これで6連打、ランナー三塁一塁となりました。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。さあサードランナーはどうする、
サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。タイガース、ちょっと一方的になっています。バッターは中村。ランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏ワンアウトで2塁にランナーを置いて3番バッターバース、初球から狙っていました。タイガース一振りで先制。続く攻撃2アウトで2塁にランナーを置いて6番バッター八木、レフトへ弾き返すタイムリー。タイガース1点を追加します。先発の中村バッターボックスです。好投してますから続投でいいでしょうね。そうですね。大きく外れました。打ちました。ヒットになった。中村、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。初球打ち、これはどうだ。藤岡二塁を送ります。セカンドフォースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。2番バッター和田、先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。タイガース打ちました。浅いフライ、変化球に泳がされて取りました、アウト。この回タイガース結局7回の裏タイガースの攻撃で、いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが抜群に合っています。高めに大きく外れています。ボール先行です。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、どうだ。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席は内野安打でした。タイガースホームランで得点を挙げています。初球打ち、エスコバー掴んでワンアウトです。5番バッター石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトランナーありません。今の球は仕留めたかったですよね。そのようですね。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックス八木、今日はここまでホームラン2本を含む4安打を記録しています。いやー、今日は大当たりですね。凄まじい集中力を見せています。ツーアウトランナーありません。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。これで5打席連続のヒット。ツーアウトランナー一塁。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。痛烈、切れました。ファールボールです。膝元をつきましたが外れました。次が4球目、緩いボールできました。引っ張った、ファーストを取った、1塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。8回の裏に入りました。タイガースの攻撃、バッターボックスは8番木戸。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。しっかり捉えた、伸びていく、外野大きな打球にあった。左中間深いところ破っていきました。
バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。初球打ち、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。打順はトップに帰って真由美、今日は盗塁を決めています。まずはボールから入りました。失投気味でしたが空振りを取ります。引っ張った、これはどうか。大和1塁送球、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー、ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。ここは盗塁する場面ではなかったように思いますね。大差でリードしてますからね。ああそうですね。インコース打ちました、いい当たり、これはスタンド入れました。ファールボール、痛烈な打球、これは入りますね。高々突き刺さった、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース、ここ一番の集中力が光ります。打席には3番バッターバース、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打ちました、内野を抜けていきます。これで5連打、ワンアウトランナー1塁です。バッターボックス掛布、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。インコースへの変化球、ストライクです。あっという間に2ストライクです。打ちました、この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。ここはセンターが抑えています。2アウトです。バッターボックスは5番石峰、今日は2本のホームランを放っています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。引っ張った、これはどうか、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで8試合連続安打、2アウトランナー3塁2塁。バッターは6番八木、今日はここまでホームラン2本を含む5安打の大活躍です。いやすごいですね。まあこういう日もたまにはあっていいですよね。すさまじい集中力を見せています。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。打ちました、ヒットになった、三塁を回っていく、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナー、追加点が入りました。タイガース、センター前へのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。ベイスターズピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのはパットン、引っ張った、取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。タイガース打ちに打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。小宮山さん、いい形で最終ゲームを終えることができました。これは嬉しい勝利なんじゃないでしょうか。そうですね、もう本当にクライマックス楽しみになりましたね、これで。そうですね、期待しましょう。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんようお書きになったお席付近をもう